フカール・トゥール・マスアク・カウェラは、フランス・リール出身のプロサッカー選手。今後民主共和国代表。ウエストハム・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。RC ・ランスの下部組織でプレーを始め、2008年に、バランシェンヌ FC の下部組織に移籍。2013年8月のトゥールーズ FC 戦で、トップチームデビュー。2014年1月のオリンピックマル声ユ戦で、 初ゴール。2014年7月、オリンピアコス FC に移籍。リーグ第3節でデビューし、3日後のアトレティコマドリード、1000で CL 初出場と初得点を決め、3から2の勝利に貢献した。2015年5月に、ユベントス FC などが関心を示し、7月には、ジェノア CFC が400万ユーロに加えヨアニス、フェトファツリスを譲渡するというオファーを提示したが、 オリンピアコスが拒否した。2016年8月、ウエストハムユナイテッド FC に620万ポンドで移籍。契約は4年間。8月15日のチェルシー FC 戦でデビューした。2018年1月27日の FA カップ、ウィガンアスレティック FC 戦で、相手のニック・パウエルにツバハキ行為をし、SNS で後に謝罪したが、6試合の出場停止処分を受けた。 2019年7月29日、トッテナムホットスパー FC などが中止する中、ウエストハムとの契約を2024年まで延長した。ありがとうございます。